やあ、せつなけいすけだよ。アリスの精神裁判、始まるよ。お前らに人権など、ないよ。第3章、被告人アリス、始めます。前回で第2章までクリアしてもだけんな。あ、体育館出てきた。体育館から。裁判が終わり、裁判所一体、あ、一体じゃないわ。あ、裁判所、なんなのこれもう、裁判所から体、裁判所、あ、裁判所、つまり体育館からって意味か。裁判所、体育館から人がゾロゾロと出る。私は、片隅でそれをぼんやりと見ていた。無実の証明って言っても、私一体どうしたら、記憶もぼんやりとしているのに、一体何をどうやって調べればいいのだろうか。この途方もない現状に肩を落としそうな、落としてうなだれていると。どんどん、どんどん、ワシントン。誰だ、肩が叩かれた。ん、ああ、お前か。何の女王だ、ハートの女王様。ハートの女王様が顔を上げると、そこにはハートの女王様が立っていた。さっきは助かったわ、ありがとう。あれ、ツンデレっぽい見た目なんで、素直に謝ってくれた。あ、助けたなんて、そんな、私は思ったことを言っただけで。でも結果的に助けられた。疑いを晴らしてくれたんだもの。よかったです。あんな状態でハートの女王様が犯人にならなくて。まったく、なんて無礼なのかしら、あの検事、首を切ってやろうかと思ったわ。いきなり強気に出ますね、ハートの女王。ああ、首切りってシャレにならないです、それ。シャレにならないのはあなたの方でしょう。え、今度はあなたが被告人じゃないの。そうよな、犯人に仕立てあげられたんよな。何も証拠でいいかったら私が犯人なのよな。そうだ、今は私が被告人なんだ。なんとかして白ウサギを殺してないって立証しないと。でもさ、その時で犯人は、じゃあ代わりの犯人は誰なってなってさ、それは誰なんだって話になるよな。なんかそこら辺もさ、アリスと関係のある人物が出てくるんかな。なんであの時言い返せなかったの。犯人じゃなければその時何をしていたかぐらい言えたでしょ。そのびっくりすると思うんですけど、思い出せないんです。思い出せない。ハートの女王様はすっとんきょうな声を上げた。当選だ、よかった。このすっとんきょうっていう言葉は読めたぞお前。俺漢字スキルないけどさ、こんなんの読めないのって思えるがちやけどさ、このすっとんきょう読めたぞお前ら、やったぜ。記憶が曖昧で、その記憶喪失っぽいような。事件当時のことが思い出せないってすごく犯人っぽいわよそれ。そうよな、だからこそあの時えらい目にあったんだけどね。自分でもそう思います。でも私は犯人で人を刺すなんて絶対できない、それだけは確信している。私に人殺しをする度胸なんてない。せっかくだし、ハートの女王様にいろいろ聞いてみよう。何か手がかりがつかめるかもしれない。そうかそうか、あははは、わかりやすくこう持っていますよみたいなアイコン出とるわ。これクリ、これタップすればいいんかな。お、手、トーク。ハートの女王様との関係、あの白ウサギ、私とハートの女王、アリスさんとのか。私とハートの女王様って、初対面でしょうか。初対面っぽい感じやな。誰か知らないけど、ありがとうみたいな感じの話しかけらしちゃったことない？は？一体どんな記憶が抜けてるのよ。盛大に飽きられた。どうやら知り合いだったみたいだ。マジかね。
ジョー様と知り合いって、じゃあアリスちゃん曲失う前、ははーみたいな感じになっとったんかな。アリスちゃんの、アリスちゃん、ははーってなってとったんか。ははー、アリス様みたいな感じで、なっとったんかな。そうか。トークは基本的に全部見なよ。後積むから。ああ、や、そう書いとったな、確かに。なんか説明欄にも、説明欄てか、なんかアドバイスみたいなのが出とったもんな、パート1でも。あなたも私も、白ウサギも、2年3組で同じクラスじゃないの、同じクラスの人だったんじゃ。ジョー様と同じクラスって。クラスメイト、ジョー様ってタイトルだけで漫画一つ作れるぞ、お前。あ、そういえば、裁判の最初に、イカレ防止者検事が、ハートのジョーズは、2年3組だと言っていた気がする。ほう。白ウサギもそうだが、クラスメイトを忘れてしまっているのはいかがなものか。っていうことは、同じ年？わあ、年上っぽいよ。どうなんか、二つ三つ年上っぽいよ、お前。そうよ。何？年上だと思ってたの？別に敬語で話す必要なんてないのよ。ああ、世間で言う年間ってやつかな、これ。そう？ですね。と言われても、とっさに敬語で話してしまう。オーラというか、人を圧倒する雰囲気を持つ人だな。いや、偉そうやもんな。年上だろうが年下だろうが敬語で話さないといけないくらいの人みたいな感じやもんな、この人。そうか。事件当時の自分か。それで私、被告人になっちゃったんですけど、ハードのお嬢様は知りませんか？私のアリバイ。残念だけど知らないわ。ですよね。そりゃあそうだ。事件当時あなたがどこにいたかは知らないけど、すぐに教室からいなくなったから家に帰ったんじゃないの？すぐに帰った。いや、それはないだろう。すぐに帰っていきなりまだ教室に戻ってくるなんて。戻ってきてわざわざ机の上で寝るって、どんだけ机の上の寝心地良かったの。いや、寝るならベッドでいいだろう、帰ったんだったら。そうだろ。それともなんなん、アイスちゃんの家は、部屋はベッドも布団もないからさ、床で寝てるから机の上が心地いいのみたいな、そんなこと言い出したら俺えってなるからね。だとしたらどうだろうか。もし誰かと一緒に帰ったなら無実が立証されるだろうか。下校中の生徒からの目撃情報があれば。思い出せないなら聞いてもらうしかないでしょうね。あ、でもさ、そんなん、見ず知らずの同じ学校の生徒とはいえ、見ず知らずの人のことをなんか覚えとる生徒がおるかどうか。そうします。状況は未だ絶望的だが、とにかく行動するしかないようだ。そうか。もうないんなんも。この、女王の胸の大きさとか調べれんこれ。無理だわ。調べる。ああ、女王様のことは調べられない。まあ、この辺は調べてももういいだろう。移動。本当に帰ったのかな？とりあえず現場に戻っ、現場じゃないな。最初おった時、なんか書いてあるやん。ああ、お前おったまだ。うさんくさいイモムシ先生。神崎アリスくん？イモムシ先生。教室にいたのはイモムシ先生だった。この人なんでイモムシ先生って呼ばれてんの？そんなに芋虫大好きなの？まったく大変なことになった。こんなことが起こるなんて私は聞いていない。どうしたんですか先生こそ。なんでたびたびそっちの右角度90度の方向向いてるんですか？何かあるんですか？前もそういう感じで向いてましたよね。あ、そうか、アリスでも芋虫出てくるんじゃ。そうやな、不思議の、何やったっけ、不思議の国のアリスだったっけ、ガムジューシーだと思うな。誰も学校で殺人事件が起こるなんて思いませんよ。おや、アリス君、君もそう思うかな。え、なんでもない。こんなところまで来てどうしたんだ。ちょっといろいろ混乱してて聞いてもいいですか。なんだろうか、私に答えられることなら。先生だったら何か知ってるかもしれない、聞いてみよう。先生か。先生だったらさ、この学校のこととかさ、全部知っとうけんさ、ちょっと記憶のないアリスちゃんにさ、基本情報を教えてほしいんやけどね。
精神裁判について、ほう、それちょっと気になるな。結局どこの精神的要素ってさ、ゲーム的なこのゲージであってさ、この物語に関しての精神裁判のでどういうものなのかっていうか、ちょっとよくわからんかったが、先生は見ていましたか、あの精神裁判。もちろんだ。どう思いましたか。どういう意味だ。だってあのおかしかったじゃないですか。処刑が先で判決が後だとか、証拠もないのに人を殺人者扱いしたりとか。別におかしいことではないだろう。この世界の住人は大体そういう感じで考えてるんだな。私は驚いた。妹子先生のことは覚えている。別に変な人ではなかったはずだ。いや、見た目が変ですけど。普通のクラスの担任だったはずなのに。どうしておかしくないんですか。あ、ごめんなさい、これアイスちゃんだった。どうしておかしくないんですか。それが当たり前だからだ。理由だとそれで十分だろ。ああ、そうだな。俺が男で女の子のおっぱいが好きってぐらい普通だな。当たり前ってそんな。自分に火の粉がかからなければどんな事件だって映画のようなものだ。私にはもうガンガン火の粉が降りかかってるのに。そうだね。そんなの理不尽です。そうだな、理不尽だ。小さな環境での上下関係も、上から押し付けられる無意味なルールも。確かに社会に出たら理不尽なことなんてもうたくさんあってさ、一つ一つに腹立ってられるぐらいやもんな。立場が上だと勘違いしている者の発言も、負いたくない責任を押し付けられることも、全部理不尽だ。先生？考え方を変えれば、君は幸せなのかもしれない。え？いやいや、もう、どこが幸せなん？幸せ、え？犯罪者扱いされるのがどこの幸せなんですか、先生。犯罪者扱いされることのどこが幸せなんだろうか。え、学校サボれるけん。いや、学校サボれてもさ、その分さ、裁判かけられるんぞ。理不尽に対して理不尽だと声を上げられるというのはきっと幸せなことなだろう。哲学でだよ。今も先生そういう哲学的な教科担当してるの。なぜそういう哲学いきなり入れてくるのか。大人になりにつれてその理不尽を黙って飲み込むことしかできなくなるものだ。まあ人それぞれ果肉とは違うかな。めっちゃ大人の発言してるやん。なんか深いなってちょっと思っちゃったじゃないかお前。何はともあれ今回の事件は私には関係がないことだ。自分のクラスで死者が出たのに、それはあんまりではないだろうか。あ、またや、またアリスちゃんの声をこの芋虫先生の声で呼んでもな。しかしこれ以上のことについて話したところで先生からいい意見をもらえるとは思えず、私は押し黙った。くそ、先生もやこさん、そのマスク剥いだろうかな。他に白ウサギ、殺された白ウサギについて、あの先生は白ウサギのこと知っていますか。それは担任やけ知っとるわろお前。はて、白ウサギ知らないな。うちのクラスかい。うちのクラスで、うっ。それは嫌や、それは嫌や。もちろんだ、私を担当する2年3組の生徒だったのだから。私と白ウサギはその友達だったんですよね。なぜ疑問系なんだ、自分のことだろ。わからなくなっちゃって。さあ、私にもわからないな。私が2年3組のクラスを受け負って1ヶ月半だ。申し訳ないが、そこまで生徒のことは把握していない。ああ。ってことは、だいたい、5月の半ばくらいってこと？今。はあ。そうですよね。こんなにそっけない先生だったっけ？これが最近よく聞く、塩代用ってやつなのかな？そうらしいです。アリスについて、自分のことについて。そこまで自分が分からん状態なんやな。先生はご存知ないですか？私が14日の放課後、どこで何をしていたのか。
知らないな。いや、知っとったらさ、そこまで生徒の子見てるのことを見てるのかっていうレベルじゃないよ、お前。もうなんか盗聴器とか制服に仕掛けとるとかそういう話になってくるからな、お前。ですよね。分かってはではいたが、心がくじけそうだ。え、アリス君は帰宅部じゃなかったか？帰宅部ですか？特別運動が得意というわけでも、楽器や、絵画などの芸術に興味があるわけでもないので、帰宅部なのは納得だ。ほう。ああ、私のバカ、部活に入っていれば簡単に無罪を証明できたかもしれないのに。いや、そういう理由で部活入るやつおるか。何かあった時にアリバイを証明できるから部活入りますみたいな、そんなやつおるか。おらんわ。私が頭を抱えて悶々としていると、先生は思い出したかのように手を打った。そうだ、役に立つかわからないが、アリス君は図書委員だったよ。図書委員？そうだ、確か君から立候補したのではなかったかな。読書が好きなんじゃ。図書委員ってなんかさ、放課後にも図書室でなんかもんたえおっていろいろ作業しようイメージがあるな。ってことはそれでもしかしたらつながっていって、図書委員の知り合い見つかって、アリバイが見つかってみたいな流れもあるかもしれん。そうだったんですか？思い出したよ、よく図書室に行っていただろう。そこに行けば何か情報が得られるんじゃないか。ありがとうございます。図書室ですね、行ってみます。図書委員だったからといって何がどうなるとも限らないが、今は藁にもすがる思いだ。図書室へ行ってみよう。なるほど。わあ、図書室とかさ、本の間にこんなものが挟まっていましたみたいなのがよくあるド定番のところやな、お前。よし、じゃあ図書室、廊下だ、とりあえず廊下でよ。図書室の前に廊下、あえて廊下。なんもないんじゃんこれ。図書室行くぜ。図書室って言われてるやけど、図書室行きや。いやいや、だってさ、隅々まで情報を調べるかったらこのゲームついにできんのやろ。もしかしたらさ、廊下出たらさ、廊下でさ、もしかしたら誰かおるかもしれんやん。サダコおるかもしれんやん。サダコ、失礼します。扉を開けて図書室に入った瞬間、紙とインクの匂いがした。私も大好きな匂いだ。くんかくんかできるのか。その空気を吸い込んで吐き出す。よし、と自分に気合を入れて呼びかけてみた。ちょっと匂いフェチだったな、アリスちゃん。誰かいませんか。返事がない。ただの屍のようだ。誰もいませんね。何その聞き方。返事がない。お前ちょっと今俺がやったネタ やり返すやめてよお前。また空振りかと肩を落としてうなだれていると、カタン、本棚から人が顔を出した。どんな図だそれ。見せてそれ、見せてなお前。あなんだこいつ。そのマスクどこで買った、お前。クリアンシンテの紅サソリ隊みたいなやつ出てきたぞお前。そこにはマスクをしたショートカットの女の子が立っていた。あなたは、見覚えがない。一体誰だろう、お知り合いだろうか。全く知らない人だろうか。もしかしたら勝手に図書室へ入ったことを怒られるかも。しかしマスクの女の子は何も言わない。え、なんなん、人見知りなん。人見知りだからその鼻から下隠してるようなゲーム実況者的なやつ。ゲーム実況ではベロベロ喋るんだけど、いざオフ会に出たら全く喋らないタイプの人。私がそのまま黙って突っ立っていると、女の子は歩いて図書カウンターの中に入ってしまった。そしてそこで私を手招きする。恋ということだろうか。
私が女の子の元へ行くとノートに文字を書き始めて、あ、筆談のタイプの人、そういう感じの人だったか。どうしたのどうしても、いやもうこうしたもないじゃん、お前。お前、突然、本棚から顔出して、ピコって声出して、ちょっと怖いんじゃん、お前。わざわざ、鉛筆でノートに書くのだろうか。ひょっとして、この女の子は、その、もしかして喋れないの？私が聞くと、女の子はうなずいた、喋れんのじゃ。そうなんだ。ごめんで、気遣ってくれてありがとう。変なことを聞いてもいいかな。女の子は再度うなずく。このタイミングで彼氏いる？みたいな感じのことを聞いたら殴られるのだろうか。私たち知り合いかな。こんなことを聞くのは失礼と渡っていたけれど、私は記憶がない。ほんま不自然やな、聞いた方からしたらさ。めっちゃ驚いてるやん、お前。え、ってことはもしかしたらさ、アイリスちゃんと結構仲良かったんかな、この子。女の子は一瞬目を見開いた。そしてその後、ゆっくりとうなずいた。そっか。失礼なことを言って気分を悪くさせたらごめんね。でも私、今、記憶がないみたいで。そうだぞ。今だったらアリスちゃんに何を吹き込んでもいいんだぞ、お前。実は私、あなたのご主人様だったのだよ、みたいな感じのことを言ってもいいのだ、お前。あなたのこと思い出せないの？こうやって問いかけてくれたということは、少なからず見知った仲だと思うのだが、私は思い出すことができなかった。こう図書室におるってことは本が好きで、よく図書室に借りに来るか、アリスとも面識があるみたいな、そんな感じかな。突然、記憶がないだなんて、変なことだと思えただろうか。女の子は私がうつむいているのを見て、またノートに文字を書き出した。だ、もしかしてそれ人の名前か。誰か人のことを殺しそうとしてるのか、お前。ちょっとお前、そのノート見せて。その中に愛しての名前書いてないだろうな。大丈夫か、お前。私は、チェシャ猫。チェシャ猫ってなんだ、チェシャ猫って。アリスに出てくるんか、これも。チェシャってどういう意味なん、これ。チェシャ猫。そう。あなたの多分友達と言っていい関係。大丈夫、チェシャ猫さん。それ、デスノートだったら、あと40秒で君死ぬよ。名前書いたもん。友達？二人目だ。記憶のない友達。先ほどの裁判で、ケンジに言われた白ウサギと、そして、チェシャ猫。そっか。失礼なこと言っちゃってごめんね。記憶がないなら仕方ない。私でよければ話を聞くよ。おー、いい子で。テクニックを結構、喋れないってだけで結構人見知りってわけじゃないんやな。ありがとう。わけのわからないことだらけの現状で話を聞いてくれる存在というのは、私にとってとてもありがたかった。涙が出そう。だって女の子だもん。うっかり泣きそうになったが、慌ててぐっとこらえた。泣いていても仕方がないのだ。今の私は殺人者扱い。早く潔白だと証明しなくては。ああ、アイスで一番アイスのことを導いてくれるキャラ。あ、ほうなんじゃ。重要人物なんやな、この子。さっきの裁判、見てた？チェシャ猫はうなずく。そう、その場の勢いでハートの女王様の弁護をしちゃったんだけど、私、いろんなことが思い出せないの。死んだ白ウサギと仲が良かったってことも、あなたと友達だったってことも覚えがないし、どうして教室で眠っていたのかも、事件当時、私がどこで何をしていたのかも、記憶がなくて。私がたどたどしく説明をしている間、チェシャ猫は黙って話を聞いてくれている。あ、でも、全部の記憶がなくなっているわけじゃなくてね。ここが私の通ってる学校だってことは覚えてるし、お父さんとかお母さんのこととか、お姉ちゃんのことも、飼ってる猫ダイナのこともちゃんと覚えてるの。でも、ところどころ穴が開いたみたいに思い出せないだけで。
アリスは思い出したい？おお、突然聞き出した。そりゃ思い出したに決まってるでしょ。お前、ちっちゃ猫がまっすぐな瞳で私を見る。思い出したい？という問いかけになぜか一瞬ゾワイとおかん寒気がしたが、私はちっちゃ猫に答えた。なんだそれ。え、そう言われたらなんか忘れたのは忘れた一曲あったからだよみたいな感じのことを言うじゃないの。ちょっとお前なんかすごい気になるんやけど、その導いてくれるキャラっていうところも考えたらさ、記憶をなくした原因とかそういうのも分かっとるタイプの人間かもしかして。そんなことないだろうけどさ。うん、思い出したい。そう、チェシャ猫はうなずいてこう続けた。私はアリスが白ウサギを視聴覚室で殺していないと証明できるかもしれない。おわ、マジか、商人出てきた。やっぱり持つべきは友達だな。もし俺がアリスちゃんだったらさ、多分どうあがいても絶望な状態だっただろうな。なぜかって友達がいないからだよ。え、本当に？チェシャ猫はうなずくとカウンターの引き出しからファイルを取り出した。ファイル、おお、当番表で。いや、これいいで。つまりこれの中にさ、あのアリスが実は今日当番でしたみたいなことが書いとうかもしれんで、一発でアリバイできるだよお前。いやいや、でかした、チェシャ猫お前。ファイルには図書委員当番表図書委員当番表と書いてある。さらにチェシャ猫はファイルを開いて見せた。そこには、5月14日木曜日、2年1組チェシャ猫、2年3組神崎アリスと書かれていた。14日の木曜日。あ、14日が記憶なかった日か。だとしたらもう完全なアリバイやな。これ放課後だろ？当番、放課後のことだろ？当番って。おい。授業後って書いてるわ。放課後じゃこれ。てか昼休みはアリスちゃんだったんこれ。チェシャニコも。ああ、ほうなんじゃ。はあはあはあ、戸締まり確認もあって。ってことはもうこれアリバイやけどさ。あ、だとしたらさ、なんでさ、当番終わった後に教室に戻って寝とったんかっていうのもちょっと気になるところだ。その辺が気になる考察もあるけど、とりあえず今はストーリーを進めていこう。とりあえず14日に放課後のアリバイはあるってことか。私の名前、5月14日、事件の日、私、図書当番だったの？そう聞くと、チェシャ猫はうなずいた。活動内容には、昼休み、放課後の図書室の、貸し出し返却の受付、図書室の管理とある。5月14日木曜日、神崎アリス、昼休み出席、授業後出席、じゃあ私は授業後ここに来てたんだ。チェシャ猫はうなずく。ありがとう、私にはちゃんとアリバイがあったのね。はあ、でもさ、何時までおったんかっていうのがちょっと分かってないよな。アイスちゃんが起きたんてだいたい確か6時だったよな。いや、いくら図書委員だからってさ、6時まで学校におるかっつうこと考えられたら、だいたい教室におるもんな。図書委員の仕事終わって教室に来たみたいな感じで教室おるもんな。その辺アリバイとしてはなんかちょっとうんなところもあるんよな。深く聞いていったら、ほっと安心して私は小さな猫に吠えんだ。図書委員当番表をファイルに記録しました。あー、でもこの辺さ、はぐれ帽子屋の野郎がさ、この辺結構突っ込んでくるんじゃん。ちょっと言いたいところ突っ込んでくるで。で、何時までやってたんだいみたいな感じのこと突っ込んでくるんじゃん。あいつ鋭いけんな。ちょっと不安やな、これ見せたら。チェシャニコはノートに貸し書きをして私に見せる。よかったね、私は用事があるからここを離れる。え？アリスは自分でいろいろと調べてみて。親切にしてくれた味方のような存在が自分のそばからいなくなってしまうのは心細いが、用事があるなら仕方がない。うん、ありがとう、行ってらっしゃい。そう言って私はチェシャ猫を見送った。
やったー、やっぱ持つべきは友達やな、お前。ちょっとレッドブル飲みます。本読んでくか。本か。てか読めるんやな。まあ調べるコマンドで適当にやったら本が出てくるんだろうな。適当に。整然と本が並んでいる。私は本が好きだ。挿絵があるものが好きだけれど、お姉ちゃんは挿絵のない本ばかり読むんだよね。つまらなくないかな。ってことはアリスちゃんどっちかというとライトノベルとかの方が好きな感じか。ん？本の隙間に何か挟まっている。一体何だろう。なんだなんだ、しおり。ちょっと人が読んだしおり、どけてさ、どっから読めればいいのか分からなくなりましたね、ざまーみたいな感じのことするんか。アリスちゃん性格悪いな、お前。なにこれ。5話の心の鳥、カラスで、サマー。なんだそのサマーって。わー、なにこれ。これだけじゃ全然なんのさ、カラス好きなんだな、みたいな感じのことしかわからんぞ。サマーって字があるね。メモには5話の真っ暗な鳥が書かれている。カラスだろうか。ほうほうほう。他になんかあるんかな。もうここは見た。こっちの方。フリースペースか。ねえ、今月の特集、新しく入荷した図書。エドワード・ゴーリーの絵本。これはどうでもいいや。なんか情報あるんじゃん、これ。パソコンだ。手下猫が見つけたのだろうか。起動している。モニターを見ると、図書の、貸し出し履歴などが表示されている。あ、パソコンでコメントあるわよ。さらっと導こうとしてるエリリン、ごめんな。ちょっと見る前に来ちゃったわ、ごめんな。もしかしたらアリバイ立証に使えるかもしれない。印刷機でコピーすることにした。おお、芋が手に入った。で、中身見せてほしいんやけど。そう、中身が見たいんやけど、ちょっと見れるんかな今。面か。まあいいや、見たいんやけどな、俺。ちょっと中身。と、さ、裁判始まってから見るんじゃ、ちょっと遅い気がするんやけどな。見えんか。もう、こんなもんかな？ないか。よっしゃ、ちょっと一旦考えてみよう。多分、この考えるのメッセージも、なんか、鋭い、なんか、あるかもしれんな。チェシャ猫がいてくれてよかった。もしチェシャ猫がいなかったら、私は自分のアリバイを説明できなくて、本当に白兎の殺人犯にされていたかもしれないもの。そうなあ。よっしゃあ。もうなんもないか。おお、めっちゃある。わあ、アイテムめっちゃある、いろいろ。てか、お前まだ包丁持っとったんか、お前。もういいだろ、お前。もう手放せよ、お前。怖いわ、お前。もういいやろ、お前、それ。おっと、ちゃんと出てきとるわ、これ。チェシャ猫。ありがとうな。さあ、どうする？え？長い道。長い道って廊下で。廊下なんかあんの？お！不意に後ろから声をかけられた。誰だーお前は。新キャラ出てきた。よう。中二病でも恋がしたいの高梨立花みたいな感じの見た目しなかったよ、お前。ねえねえ。え？落としたよ、これ。話しかけて生徒の手には生徒手帳があった。わ、ありがとう。いえいえ。おお。じゃあね。あれ？何こいつ。なんかちょいちょい、なんか頭の帽子の位置が可愛いように見えようけど、これを傾けただけ、頭傾けただけ、それ。なんか、それだけじゃないぐらいにさ、双子か。あ、双子か。なんかおかしいなって思ったの。そうか、帽子の被り方がちょっと違うんか。二人おったんじゃ、今。私が生徒手帳を受け取って、お礼を言うと、生徒手帳を拾ってくれた生徒は、軽く会釈をして去ってしまった。だってさ、これ、生徒はって言うと思う。これじゃあ一人っぽいで。双子だったらさ、生徒たちはって言ってほしいんだけど、なんで生徒って。生徒手帳を落とすなんて危ない危ない。なくしたら大変だから、ちゃんと持っておかないと。
生徒手帳を手に入れた。なんか書いとんかな、ようかいな、生徒手帳にも、なんか。早っ、チェシャ猫戻ってくる、早っ。ちょっと廊下に出て、今のやりとりして戻ってくる、早っ。いや、5分ぐらいやな、絶対、これ。だとしたら、チェシャ猫はちょっとトイレ行ってくれただけなんだ。用事ってトイレだけだったんじゃん、お前、あいつ。私は一度カウンターに戻って、チェシャ猫から受け取ったファイルをポラポラとめくってみる。記憶のない自分の行動がファイルには記されている。とても変な感じだ。私の記憶はどうしてなくなってしまったのだろうか。どうしたら記憶が戻るんだろう。考えても考えても答えは出てくれなかった。そうしているうち、だんだんとまぶたが落ちてきて、おいお前お前、え、私が立っていたのは公園だった。住宅と住宅に挟まれた、さびれて小さな公園。うわ、展開早すぎだろ、お前。いや、お前、知らぬうちに体が動いていたみたいな感じになっとるよ、お前。記憶ないうちに何があったんだ。大きな夕日が見える。夕飯の暖かで、美味しそうな匂いが漂ってきた。そんな中、公園の片隅に座り込む小さな女の子がいた。小学校低学年くらいの年だろうか。少し汚れた服を着て、髪はボサボサのお酒にしている。声をかけようか迷っていると、私の隣を小さな女の子がかけていった。そして、公園にいた女の子の横にしゃがみ込む。また来ちゃった。どうしたの、来たの。ご飯の時間でしょ。いいの、わきおにはお兄ちゃんが少女っていうのをもらってきたらお祝いなんでしょ。少女、少女っていうものをもらってきたのはなんだ、お前。そうなんだ。ねえねえ、それより見て、受け付けパイ屋に来たら、ほら。そう言って、かけてきた女の子は懐から一切れのパイが入ったビニール袋を取り出した。懐からだって。それ、巨乳のお姉さんがやったらさ、うわーってなるけどさ、この女の子が、小さい女の子がやったら、うーんって感じやな。お酒の女の子は、それを見て一瞬嬉しそうにしたが、すぐに暗い表情になった。ダメだよ、これはお姉ちゃんのお祝いのパイでしょ。ええの、いいの、だってほら、ここに私を食べてって書いてあるんだから。ちょっと、やめて。今、懐から出したのも含めたらさ、いやらしい意味で聞こえないよ、お前。私を食べてる。お前、本当だ、いいな。ちょっと、小さい女の子に私を食べてっていう言葉は見せないで。中性無垢だからさ、よかった。いい方向に考えるだろうけどさ。もちろん、その代わりさっきのお話を続き聞かせてね。そして二人は笑い合った。あれは何なんだ、あれは。あの二人はねえ、まあお前びっくりした、お前。うわ、突然至近距離から声をかけられた。いや、至近距離じゃなくてもこいつの声は、顔は怖いからな、お前。いまだに頭の上につくしんぼかってるのか、お前は。カウンターの向こう側に教室で会ったうさぎのかぶり物をした子供がいた。いつの間にか眠ってしまっていたようだ。ごめんなさい、私寝てた。ねえ、借りてもいい？何を？本を書いたいのだろうか。事件の捜索のために図書室へ来ているから。本来なら今日の図書委員の仕事は終わっているはずで、勝手に本の貸し出しをするのは良くないだろう。ごめんなさい、今日はもうダメなの。本の貸し出しならまた今度。そっか、ダメか。それなら返すのはいい？ごめんなさい、今は図書委員の仕事をしているわけではないの。図書室前の変化球ポストに本を返すのは自由だから、そっちで。と、私が図書室の外を指さすと、直接返したかったんだけどね。なんだこいつ、アリスちゃんに気があるのか、お前。入って手渡しした瞬間のさ、感触が好きで好きでたまらないのか、お前。なんか、え？私の言葉にかすせるようにして、この子は言った。
ちょっと拗ねているような悲しそうな顔で。そういえば、この子供、買いたいとか返したいとか言う割には何も持っていない。からかわれているのだろうか。じゃあ、しょうがない。今度返すね。うん。一人で納得したようだ。途中室からその子供は出て行った。何なんだろう、今の子。妙に引っかかるが、やはり思い出せそうにはなかった。悶々と考えていると、扉が開き、ハートの女王様が図書室へ入ってきた。お？あら、あなた、こんなところにいたの。あれ？ハートの女王様も結構本読むタイプですか？ハートの女王様、どう？何かいい情報は手に入った？はい、なんとかなりそうです。きちんと説明したら分かってもらえると思います。へえ、よかったわね。はい。あれ？どうした？カウンターに置いてあるパソコンの電源がブツンと音を立てて落ちてしまった。ああ、よくあるスタンバイのやつやね。なんかパソコンってさ、ずっと置いとったらさ、自動的に画面が消えるようになってるんだよ。気にしないで。どうして電源落ちちゃったんだろう？電源が落ちたん。あ、そうじゃなくて電源がブツンと落ちたんじゃ。やだ、故障じゃないよね。けど結構古いパソコンっぽいぞ、これ。型式。そんな感じの見た目しとるぞ。だいたい画面が4対3だぞ、お前。古いやつだぞ、お前。付き直してみればいいじゃない。そう言われて、私はパソコンの電源スイッチを押した。問題なく起動するみたいだ。あ、ちゃんと立ち上がった。よかった。あれ？画面にはログイン ID とパスワードを求める表示がされている。ID とパスワードってなんだっけ？パソコンルームのパソコンじゃなければ、自分の生徒 ID と自分のパスワード入れればログインできるんじゃないの？ああ、なるほど。言われてみればそうだった。まったくしっかりしなさいよ。そんなに大丈夫なの？返す言葉もありません。記憶喪失とはいえ、ちょっと天然も入ってるのかもしれない、アイスちゃん。そしてハートの女王と話していると、チェシャ猫が図書室へ戻ってきた。あら、チェシャ猫、あれ、面識あるんだよ、この二人も。チェシャ猫はハートの女王様の方を向いて軽く会釈をした。調べ終わった？うん、ありがとう。チェシャ猫のおかげで私頑張れそう。よかった。チェシャ猫は目を細めて微笑んでくれた。なあ、微笑んどる顔じゃないよな、マスクのせいで。なんか企んでそうな顔なんだよな、今。まあ、マスクのせいで。その様子を見たハートの女王は首をかしげてこう言った。あら、あなたたち仲直りしたの？仲直り？仲悪かったんか、お前ら。え？随分と気まずい雰囲気だったじゃないの。昨日からだったか、いつからだったかしら？理由は知らないけれど。お？え？私は眉を寄せてチェシャ猫を見る。一体どういうことだろう。チェシャ猫は私との関係を友達と言っていい関係だと言った。しかし記憶にはないかもしれないかもないが、もしかして喧嘩中だったのかな。それとも、あ、なんかチェシャ猫、アリスのことを導いてくれるキャラとか言いながらさ、実は悪い方向へ導いてくれるキャラだったりするのか。あ、でもさ、昨日の喧嘩をいきなりさ、仲直りとかできるもんじゃないぞ、お前。青春っていうのは複雑だからな、お前。チェシャ猫、どういうこと？和田たち、何かあったの？チェシャ猫は、私をじっと見て、そして軽く首を振った。書いたメモを私に見せる。行こう。もうすぐ裁判が始まる。うわー、お前、裁判で切りをつけてやるぞっていう言ってるのか、それは、お前。私とチェシャ猫、そしてハートの女王様の3人で体育館の前まで歩いてきた。じゃあ私は先に行ってるわよ。そう言ってハートの女王様は体育館、元い裁判所に入っていった。私とチェシャ猫の2人きりになる。ちょっと気まずい。そう思っている私へチェシャ猫がノートを見せた。なんだ？大丈夫？
記憶のない私にはチェシャ猫と一体何かあったのかわからない。チェシャ猫も意図的にそれに答えないつもりだ。ん？大丈夫って、お前何か隠してんじゃないのか。ちょっとチェシャ猫なんかちょっと怪しくなってきたぞ。お前うん、大丈夫だって。何もわからない上にチェシャ猫は手を差し伸べてくれたのだ。チェシャ猫が見ていてくれるなら頑張れると思った。おっと、これはちょっとやばいやつじゃないの。チェシャ猫がアリスちゃんのことをどうにかやろうとしてるんじゃないの。だってさ、チェシャ猫が渡してきたその当番表のあれさ、中途半端やったやん。よくよく考えたら中途半端な情報だったやん、お前。はくれ防止屋だったら気づくぞ、お前。矛盾ではないけど、なんか細かいところはついてくるぞ、お前。行こう。わー。敵が仲間だと思っとったやつが敵に回るパターンが第4章ではあるかもしれない。